どうですか、体の調子は。悪くない。完全に治ったと見ていいだろう。それは良かったですね。あなたは動物が好きなんですか。ああ、彼らは俺に安らぎを与えてくれる。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あなたは本当に僕のお父さんを殺すつもりなんですか。そうだ。それが俺に与えられた唯一の命令だ。それ以外には何もない。だから俺は欠陥品として封印されていたのだ。え、俺は争いが好きではない。兵器としては欠陥品だろう。だからって封印するなんて。かつてドクター・ゲロが言っていた。俺の姿はドクター・ゲロの亡くなった息子の姿を模しているとな。だが勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを好まない俺はそういう意味でも欠陥品だ。そんな。俺は。こんなとこに集まってやがったか。なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。毛皮にして高く売るんだからよ。なんだと。しかし運がいいぜ。動物どもが一箇所に集まってるなんてな。こいつら密猟団か。孫悟飯。はい、あんな奴らやっつけてやる。やったな。はい。孫悟飯、動物たちを守ってくれてありがとう。それに俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのはお前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか。でも僕よりお父さんの方が。お前も俺と似たものを感じる。え、さあそろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんが似てる。どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう博士たち。聞いたわよ、密猟者を捕まえたんだって。やるじゃないあんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子供と人造人間ね。いえ、そんなこと。そうだわ、今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな。
僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ。せっかくだし泊まっていきなさいよ。父さんには私から連絡しとくからさ。ははあ。ご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さん、うらやましいんでねえべか。うらやましいっちゃうらやましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラ父の飯が一番うめえと思うぞ。そうだか。お世辞でもそうまっすぐ言われると照れてしまうだよ。ご飯が家に帰りしばらく経った頃、臨時ニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました。繰り返し。そんな、なんで無駄に命を。ちくしょーく。父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行ってくる。悟空さん、行っちまっただ。ピッコロに用事ってなんだべ。さあ。よう。孫か、一体どうした。ピッコロ、おめえってまた神様と合体する目みてえに二人に戻れねえのか。何？ほれ、神様とピッコロが合体したからドラゴンボールが消えちまっただろ。なんとかドラゴンボールを復活させてセルに殺されたたくさんの人間を生き返らせてんだ。残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか、やっぱダメか。そうだよな。あ、それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかな。もしずっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、神様も復活、そんでドラゴンボールも復活だな。おお、ほらこれからちょっと行ってくる。悟空は海王様の助けを借り、新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し当てた。新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは、自分たちを救った英雄として歓迎するナメック星人たち。悟空は地球の事情を話し、新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねた。ムーリはそれなら適任の者がいると悟空に紹介する。その者とは。でんで。お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ。すぐにクリリンとご飯を連れてくっからな。こいつが新しい地球の神様だ。本当にデンデなのか。久しぶりだな。なあおい、信じられるか。こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん
お久しぶりです。ねえ、神様になってくれるって本当なの？はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ、本当にお前がドラゴンボールを使えるのか？新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが、でも地球で使っていたものを使えばすぐにでも復活できますよ。いいぞ、じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ3つなのか？はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのか？そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが、叶えられる願いが2つになってしまいますよ。え？それだけのことでいいの？それでいい。そうできるようにしてくれ。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴンボールは復活したと思います。わ、もう？見事だ。こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よし、じゃあオーラがドラゴンボール集めてくる。ごはん、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまでここでデンデと遊んでやれ。え、でも。いいからいいから、心配すんなって。じゃあな。さて、パッパッと集めっぞ。